はい、どうぞ、こんにちは、ゼッコです。それでは今回なんですけども、マイナポイントが2021年9月まで延長決定、現在のキャンペーン情報もまとめということで、今回は300年ぶりのマイナポイントについての動画ですね。この動画では、マイナポイントに関する最新情報、それに加えて、まだ始められてない方向けに、現在どんなキャンペーンがあるのかですね、簡単にまとめましたので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは、行ってみましょう。ということで皆様覚えてますでしょうか？今年の2020年9月からスタートしたマイナポイントなんですけども、こちらは2021年の3月までということで決められてスタートしていたんですけども、まあ、今回ですね、ニュースが上がりまして、2021年の9月まで延長するということで発表されました。まあ、これは延長する方針というふうにネットのニュースに出てたので、まあ、もうこれには決定するんじゃないかなというふうにも言われております。でですね、ちょっと参照した記事からそのまま引っ張ってきたんですけども、同年9月までを軸に調整し、利用者の枠も広げる方向であったりとか、あとは政府はマイナンバーカードを行政のデジタル化の基盤と位置づけており、延長することで普及を後押しするということで、今回は、まあ、延長されるということで決められたみたいです。まあ、ここ最近になってね、マイナポイントについて全然もうニュースというか、もう僕自身が動画で取り上げてなかったので、視聴者さんの中ではもうほとんどの方が取り組まれてるのかなっていうふうに僕自身は勝手に思ってるんですけども、まあ、結構このマイナポイントが始まる前ぐらいから、マイナンバーカードを作ってもなかなか届かないってことが結構あったりしたので、結構これぐらいの時期からまた始められる方もいらっしゃるのかなっていうふうに思っております。で、念のためこのマイナポイントなんですけども、カードタイプのマイナンバーカードに、いわゆるそのペイペイとかスイカのキャッシュレス決済に紐付けて、で、2万円分のチャージをするか、2万円分のお買い物をすることによって、25% 分のポイントが付与されるということになっております。このポイントっていうのは、その紐付けたキャッシュレス決済のポイントとなります。ペイペイであればペイペイのボーナスだったりとか、メルペイであればメルペイのポイントが入るっていう風になっております。で、一応上限っていうのは決まってまして、5000円までとなってますんで、出てる通り2万円分のチャージをして、上限の5000円分をもらうか、もしくは2万円分のお買い物をして5000円分もらうかっていう、これは一応登録するときに決めることができます。ちなみにこれは1人1回までとなっていますので気をつけてください。ちなみに僕結構前の動画にはなるんですけども、マイナポイントはこれに決めましたということで、もうこのサムネにも出てるんですけども、一応 D 払いに2万円チャージをして D ポイントの5000ポイントをゲットしました。これはもう動画の中で解説をしてますので、まだ見られてない方はぜひこちらを参照にしていただければ、ある程度のイメージができるのかなと思います。でですね、まあ僕がこの D 払いに決めたポイントっていうのが、このプラス独自のキャンペーンですね。もうこれがやっぱり大きいかなと思って、今回は僕は D 払いを選択しました。まあ僕が参加した時のキャンペーンについては、まあ、一部終わってるものもあるんですけども、そのキャンペーンによっては結構お得だったりします。なので今からお伝えするのが 25% この上限5000円分に加えて、今現在このキャッシュレス決済で独自のキャンペーンが今どんなものが行われているのかっていうのを簡単にだけお伝えしていこうと思います。結構調べる限り、まあまあ今も結構あったりするので、まあ参考にしていただければと思います。で、今回3パターンに分けてお伝えするんですが、クレジットカード、電子マネー、スマホ決済ということで、上から順にいきます。まずクレジットカードのジャンルなんですけども、ざっとこんな感じですね。 D カード、 AUPAY カード、イオンカード、オリコカード、楽天カード、これらがマイナポイントに入ってます。もちろんこれ以外のものあるんですけども、まあよく目にするであろうカードをピックアップしております。で、独自のキャンペーンで付与されるのはこんな感じですね。まず D カードなんですけども、これ以前キャンペーン当てたんですが、今11月21日時点では今のところ特にキャンペーンは開催されてないような感じでしたね。次、 AUPAY カードなんですけども、こちらに関してはプラス1000円相当が付与されるということになっております。次にイオンカードなんですけども、一応最大でプラス2000円相当が付与されるということになっております。で、ちょっと細かい条件は特に読まないんですけども、ざっと言うと、イオンカード、和音機能付き、イオン銀行キャッシュ、プラスデビット特典で、さらに 10% ということで、まあ、この条件をクリアしていれば、最大で2000円相当までもらうことができるということになります。で、次にオリコカードなんですけども、こちら抽選にはなるんですが、7000円相当まで最大でオリコポイントをもらうことができます。で、これ抽選の中身としたら、オリコカードでマイナポイントを申し込んだ後に、期間中にそのオリコカードで合計2万円分のご利用条件っていうのを達成した方が抽選対象となります。しかもこれ毎月111名様が当たるようになってますんで、まあ普段からね、オリコカード利用されてる方であれば、まあ参加は結構しやすいのかなと思います。次、楽天カードなんですけども、こちらは抽選で、毎月10万名様にポイントが当たるチャンスっていうものがあっておりました。丸分かりクイズということで、これちょっと僕やってみたんですけども、結構簡単なクイズをクリアして、そしてキャンペーンに参加できる感じだったんで、まあ、もしね、楽天カードでマイナポイント参加しようかなっていう方は、このクイズ答えてみるのもありだと思います。
続きまして電子マネーのジャンルですね。まあ主にこちら4種類をピックアップしております。スイカ、ワオン、楽天、エディ、ナナコということですね。でこんな感じですね。まずスイカなんですけども、こちらは JRE ポイントが付与されるんですけども、これはプラス1000円相当が付与されます。まあ結構スイカの利用者ってめちゃくちゃ多いと思うので、まあスイカ利用される方は結構お得なのかなと思いますね。続きましてワオンなんですけども、こちらは最大でプラス2000円相当までもらうことができます。まあ先ほどのちょっとイオンカードと少し似てるんですけども、まあ普段からねそのイオン系列のお店とかワオンで掲載されてる方は結構ワオンは選びやすいのかなと思いますね。続きまして楽天エディなんですけども、こちらは抽選で最大で2万円相当が当たるキャンペーンというのを行っております。で外れても500万円分の山分けチャンスっていうのもあったりするので、エディ利用されてる方はこちらのキャンペーン参加してみてもいいと思います。で7個なんですけども、こちらはまあこれまで結構ちょくちょくキャンペーンあったってなんですけども、今のところ11月の21日時点では特に開催はされてなかったです。ですけども延長されたことによって、もしかするとどこかのタイミングでキャンペーンがあったりするかもしれないかなと僕は思っております。で最後にスマホ決済ですね。こちらもざっと出しております。結構数が多いんでパパッといきます。まずPayPayなんですけども、抽選で最大10万円相当、毎週月曜日マンデージャンボ全額戻ってくるキャンペーンというのが11月の23日より12月の28日の期間までの間開催がされます。1等であれば 100%、 2等であれば 10%、 そして3等であれば 2% 戻ってくるということで、まあ、ちょっと抽選にはなるんですけども、まあ普段からね、もうペイペイ利用されている方で、ついでに当たったらいいかなっていう感じで、まあ始めてみるのもいいと思いますね。で、続きまして D 払いなんですけども、こちらはプラス1000円相当の D ポイントがもらうことができます。もらえる D ポイントに関しては期間用途限定がもらえますので、まあお試し機会券とかで利用するのがいいと思いますね。で次メルペイなんですけども、こちらプラス最大で、1000円相当までもらうことができます。これはそのメルカリのお買い物でもらえるポイントとなっておりますので、普段からもうメルカリ利用される方はね、まあ結構嬉しいポイントになるのかなと思いますね。で続きまして LINEPay ですね。 LINEPay なんですけども、こちらは5000円に加えてプラス 10% オフの特典クーポンというのが2枚もらうことができます。で1枚の割引上限が2500円なので、まあちょっと大きなお買い物を LINEPay で行う際は、まあ結構このクーポン役に立つ時が来るのかなと思います。しかも最大で5000円分までオフできるので、まあ使い方によってはね、お得にお買い物ができるのかなというふうにも思います。で続きまして auPay なんですけども、こちらプラス1000円相当がもらえるということになってます。次ファミペイなんですけども、こちらは11月の21日時点では今のところ特にキャンペーンなかったですね。ファミペイもちょくちょくキャンペーンあってたんですけども、特に今のところはないんですけども、この延長が発表されたことによって、もしかしたらキャンペーン出てくるかもしれないっていうふうにも思っております。で続きまして J コインペイなんですけども、こちらプラス500円相当がもらえるということになってます。で最後に待ってましたと言わんばかりのゆうちょペイですね。こちらはゆうちょペイポイントが1500円相当までもらうことができますんで、普段からゆうちょペイ利用されてる方多いと思うんですけども、ぜひマイナポイント登録されてない方はですね、ゆうちょペイ今現時点ではまあこれが一番お得なのかなということで、一応3つ挙げております。イオンカード、そして LINE ペイ、ワオンということですね。イオンカードであればプラス最大で2000円相当がもらえる、そしてワオンであれば同じく2000円相当までもらえる、そして LINE ペイであれば最大で5000円分まで割引を効かせることができますんで、まあ、もし選ばれるのであれば、まあ、ここら辺を選ぶのがいいのかなと思います。ですけども、まあ、選び方の基準としたら、もう普段利用しているキャッシュレス決済を選ぶのが僕はベストかなと思います。まあ、僕の場合ね、こういった情報を結構発信しているので、いろんななんちゃらペイとか電子マネーとか使うことは結構多いんですけども、結構その住んでる地域によってはこれが使えたりこれが使えなかったりするっていうことは結構あったりすると思うんですよね。しかもまあ PayPay だけに絞って使ってるとか D 払いだけで絞って使ってるっていうことであれば、それであればね、もう普段から利用してるキャッシュレス決済と紐付けて、このマイナポイントの美味しい 25% をもらうっていうのは結構いいのかなというふうに僕は思っております。でもしかするとこの延長が発表されたことによって、またどこかのタイミングでふわっとこうキャンペーンとかが発表されたりするかもしれないので、まあそれもね、狙ってみるのもいいのかなっていうふうに思います。まあそんなこんなで今回は超久しぶりのマイナポイントについての動画を上げさせていただきました。結構ね、このマイナポイントが始まった時はすごい盛り上がってて、でいきなりその後に
GoTo イートとかが盛り上がってシュンってなってたところにいきなりマイナポイント延長しますっていう風にニュースが出てきたんで、結構面白いな、面白いようなタイミングで出てきたなっていう風に思いました。まあ一人一回しか参加することはできないんですけども、もし手元にマイナンバーカードが届いてお得にお買い物しようかなっていう風な方がいらっしゃいましたら、ぜひこれを機にねマイナポイント始めてみてはいいのかなっていう風にも思います。で、過去をお伝えした僕の動画ですね、下の概要欄にリンク貼ってますんで、こちらもぜひ見ていただければと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。